日森は台湾の台東県台東市出身の元プロ野球選手。右投げ左打ち。全加工中から合作金庫を経て2000年に台湾職業棒玉大連盟の台中混合に入団。兵役の関係もあり2001年に退団。その後兵役を終え2004年に中華職業棒玉大連盟の統一ライオンズに入団。 2005年、121アンダと25盗塁をマークし、アンダ王と盗塁王のタイトルを獲得。2006年、第1回 WBC チャイニーズ台北代表に選出されている。野球選手として決して体は大きくないが、選球眼に優れしような打撃と台湾野球界屈指の瞬足が持ち味である。遊撃手だったが、スローイングなどの問題から二類種に転向。 時より、ファインプレーも見せるなど、守備範囲も広いが、平凡なエラーが多い。2008年には、外野手としてもシーズン公式戦に出場した。左打ちながら、ヘルメットのミッキーマウスは両側についている。台湾の少数民族であるアミ族出身。福岡ソフトバンクホークスのヨーヨー君、読売ジャイアンツの非対抗、愛媛マンダリンパイレーツの非大川いはこで、 コーノーブルズの超新山、陽剣福は、桃園の親戚にあたる。陽の名字は、弥族の生命をそのまま、中国式に当てはめたものである。既婚である。台湾球会切手のエンターテイナーで、インタビュー等ではおちゃらけた発言が多く、周囲やファンの笑いを誘っている。ありがとうございます。